今日はですね、ランボルギーニの、アベントドールウルティメの、取材会に来ています。限定車ということで、クーペが350台、ロードスターが250台と、いった、限定車になっております。今までの、アベンタドールのですね、集大成ということで、エンジン、780馬力 SVJ プラス、10馬力ほどですかね、フルタイム 4WD で、4WS と、いった、パフォーマンスを持っていくものです。全部から見ていきますと、バンパーの造形はですね、どちらかというと SVJ というよりはアベンタドール S に近い造形になっています。ディフューザーもですね、レーシングライクというよりも少しエレガントさを持った形状になっているといった状況です。コックピットは、アベンダドールらしい、内容になっています。今回シートですね、専用のものが与えられているといった状況です。そしてリアビューですね、専用のバンパー、ディフューザー形状にしたもので、このモデルなんですが、すでにもう、この350台ですね、完売してしまっているという状況のようでして、これからプレミアムがな価格がついていくんじゃないかというところです。最後の自然吸気モデルということで、自然吸気のみモデルですね、今後12気筒でアシスト、電動アシストなどを加えたものが予定されているという噂もありますが、12気筒、来年期間単体での最後のアベンタドール、ランボルギーニということで、集大成がここに誕生したというモデルになっています。